2005年6月1日、横田基地第374空輸航空団司令官交代式が行われた。2年間の任期を満了したマーク・シスラー大佐に代わり、新司令官に着任したのは、飛行時間3200時間を誇るコマンドパイロットでもある、グッドイン大佐だ。